ったの車掌さん。いや、どうしたもこうしたも図書室に厄介なお客様が乗り込んでいるんです。車掌さん、だいぶ困ってる様子だったわね。うん、ちょっと行ってみてくや。よし、鉄路。何か用か。入ってもいいの？みんなの図書室だ。勝手に入るがいいさ。諦めてください。やむを得ない。死んでもらう。もう待ってください。お客様に迷惑がかかって。私の。だったら止めろ。何ですって、鉄郎が。はい、あの人質に取られてしまって。あ、見えてる。あんたは？メーテルは僕と一緒に旅をしてるんだ。鉄郎、返してもらえませんか？今はダメだ。